長浜ネルは日本のタレントであり、ひらがなけやき及びけやき坂46の元メンバーである。長崎県長崎市出身。身長159センチメートル。血液型は大型。シードフラワー合同会社所属。1998年9月4日、長崎県長崎市で生まれる。3歳から7歳まで、五島列島、中通り島で育ち。 誕生日に町に一軒だけあったケーキ屋で、キャラクターのケーキを買ってもらうのが楽しみだった。奈良小学校に入学し、通販で買ってもらったピンクのランドセルを愛用。小学1年生の時、五島列島のロードレース大会で3位に入賞。小学校高学年になると、AKB48 のファンになり、パソコンクラブで AKB48 の動画を閲覧し始める。 中学生時代は、乃木坂46のファンになり、国際交流団体のプログラムで、アメリカ・モンタナ州にホームステイもした。長崎県立長崎西高等学校進学後、全国高等学校クイズ選手権に出場し、長崎県大会の決勝まで進出。高校1年生のお正月に、巫女のアルバイトをしていた時、ストーブで衣装を焦がして給料から転引きされた。 高校生時代は空港のグランドスタッフになりたいと考えていた。2015年、両親は受かるはずがないと考え、鳥居坂46の一期生オーディション応募を許可した。オーディションでは伊藤マリカのマリッカ17を歌った。あくまでも記念受験であり、長浜は今まで通り長崎の高校に通い続けるものだと思っていた。しかし、 両親の思惑を超えて二次審査を順調に突破し、長浜自身も落ちるだろうと思っていた三次審査も合格した。しかし最終オーディションを目前にして、母親の反対によって地元の長崎に連れ戻され、都内で開催される最終審査に参加できなかった。そんな家族の様子を見た父親が運営スタッフに相談すると、後日、長浜が一人で参加するつもりだった。 乃木坂46福岡公演のライブに両親も招待し話し合った。結果、長浜は最終オーディションを受けていないため、ひらがなケヤキで活動することを条件に、特例で遅れてケヤキ坂46に加入した。後日、グループ卒業後に MC を務める番組、セブンルールの番宣用 YouTube 公式チャンネルで、17歳の時に上京することができたきっかけとして、 現在教師として働く姉が失敗する前に止めるよりも失敗してから手を貸してあげた方がいいんじゃないと言ってくれて、それにすごく助かったというエピソードを明かした。同年十一月、ケヤキザカクスの冠番組、ケヤキって書けないに初出演し、ケヤキザカクスの新メンバーとして加入することを発表し、アンダーグループ的なひらがなケヤキの一人、 メンバーとして活動開始。ひらがなけやき発足から、ひなた坂46解明後、約1年の軌跡は、集英社発行のノンフィクション書籍、ひなた坂46ストーリーに綴られている。2016年4月、けやき坂46のファーストシングル、サイレントマジョリティに収録されている、ユニット曲、乗り遅れたバスで CD デビュー。 同年6月、ケヤキって書けないで、ケヤキザカ46のセカンドシングル、世界には愛しかないから、ひらがなケヤキとケヤキザカ46での活動を兼任することが発表された。同年8月、世界には愛しかないの収録曲、また会ってくださいで、初のソロ曲を務めた。2017年9月、ケヤキザカ46のフィフスシングル、 風に吹かれてもからひらがなけやキとの兼任解除が発表され、けやき坂46千人となった。同年10月11日、写真集の発売に先駆け、公式ツイッターを開設。同年12月19日、長浜の故郷、長崎、五島列島を中心に撮影された初のソロ写真集、ここから、を発売。 写真集は週刊推定売り上げ9万8000部を記録し、2018年1月1日付、オリコン週刊、本ランキングの写真集部門で1位、女性ソロ写真集の週刊売り上げ部数で、歴代2位を記録、オリコン2018年上半期ブックランキング、写真集ジャンルで、期間内売り上げ17万5000部を記録し1位を獲得した。 オリコン2018年度年間ブックランキングの写真集部門において年間推定売上19万1000部を記録し2位を獲得した。2018年2月、地元の長崎で開催された長崎ランタンフェスティバルのメインイベント、皇帝パレードに皇后役で出演し、長崎市観光大使に就任することが発表された。同年3月10日、平手ゆりなに代わって、 ラジオ番組、ケヤキザカ46こちら有楽町、星空放送局のメインパーソナリティに正式就任することが発表された。同年3月14日、AKB48 の5ファーストシングル、ジャーバーチャに収録されている坂道 AKB 第2弾、国境のない時代でセンターを務めた。同年6月8日、九州旅客鉄道の第3回九州魅力発掘大賞で、 写真集、ここから、や長崎ランタンフェスティバルの話題性が評価され、特別賞を受賞した。2019年3月7日、ケヤキザカ46のエースシングル、黒い羊の活動をもって、同グループから卒業することを公式ブログで明かした。同年3月30日、メインパーソナリティを務めてきた、ケヤキザカ46こちら有楽町。 星空放送局を同日未明の放送で交番。同年7月30日幕張メッセで開催されたイベントありがとうを目いっぱい伝える日で卒業した。同年7月31日未明に放送された長浜ネルのオールナイト日本にパーソナリティとして出演した。卒業後の活動について当初は未定であった。2020年7月7日芸能界に復帰。 同日、セブンルールに、尾崎世界観と共に、同番組 MC に就任し、芸能活動を再開した。同日、公式サイト及び、長浜と、スタッフが運営するツイッター公式アカウントを開設。同年9月4日、インタビューで、作り手さんとしてのお仕事も柔らかくやっていけたらという。 ことを発言していた長浜は角川が出版する雑誌、ダヴィンチで、長浜本人のエッセイ、夕暮れの昼寝を連載開始。このエッセイの大事、内容は長浜本人が書いたものである。また、このエッセイには長浜本人が撮影した写真、もしくは関係者が撮影した写真も合わせて、紹介される。2021年4月から1年間。 伝統者文庫のフェアキャラクターを務める。同年4月3日、ラジオ番組、ポップ・オブ・ザ・ワールドにツインナビゲーターとして、レギュラー出演開始。同年4月26日、スマホゲーム、ソード・ブレードの宣伝大使に就任。同年7月12日、アイドルフェス、東京アイドルフェスティバル2021の2代目チェアマンに就任することが発表された。愛称は、寝る。 ネルソン。ネルという名前は本名であり、その由来は母が名前にるという字を入れたいという希望があったことと、考えをネるの、寝るという意味から来ている。兄と姉がいる。母は小学校の養護教諭であり、長浜が通っていた小学校の教諭でもあった。父親公案のキャッチコピーは、寝る、ネルラー、ネルレスト。今日もあなたの最上級。 長浜ネイルです。中学生時代、マダニに噛まれ、脇腹に穴が開いている。特技はクイズ。祖母が1945年8月9日の長崎原爆10日で被爆しており、長浜自身も被爆三世であることを明らかにしている。趣味は知らない街の散策、読書、釣り。読書については、ひらがなけやきが冠無理番組。 ひらがな推しを持ち、オードリーが MC を務めることについて、ラジオ番組、ケヤキザカ46こちら有楽町、星空放送局で、佐々木美玲と話した際に、かつて長浜が、若林まさやすの著書、社会人大学人未知理学部卒業見込みを、愛読していたことを紹介した。その他、子供の頃から自動書を読んでいたエピソードがある。 尾崎世界観がパーソナリティを務める TBS ラジオの番組アクションに長浜がゲスト出演した際、ロアルドダール、マチルダは小さな大天才を読んでいた本に挙げている。行ってみたい図書館として長浜が憧れるのはブラジルの王立ポルトガル図書館。2018年1月に発行された日刊スポーツの取材において、 将来の夢は地元に帰って師匠になることとコメントしている。2021年9月4日に放送されたサタデーミュージックバトル天野博之ルート930にて通信の大学で師匠の勉強をしていることを明らかにした。2018年クイックジャパンボリューム139西金子特集で長浜のインタビューが掲載された。 当初対談の予定であったがかなわず急遽一人での撮影になり、セッティングの間に便箋3枚分の手紙を書いて編集部に預けたところ、数週間後に西直筆の返事をもらったことを自身のエッセイで明かした。2021年、西かな子の短編集、おまじないが文庫化される際には、帯コメントを担当し、刊末では念願の対談を果たした。 上白石萌香がナビゲーターを務める J-Wave のラジオ番組ギャオラブフェイブにゲスト出演した際、おまじないでの対談をきっかけに西と連絡を取るようになったことを明かした。長浜が MC を務めるラジオ番組ケヤキ坂46こちら有楽町、星空放送局にひらがな欅の一期生、佐々木美玲が出演時、お互いの好きな食べ物を言い合ったところ、 それぞれが苦手な食べ物をあげ続けるすれ違いトークが展開された。長浜は、日向坂46メンバーの一期生にとって、誰にも変えがたい存在と言われている。サイリウムカラーは、紫紫。ケヤキ坂46ひらがなケヤキ坂道、AKB アイズ4648、ケヤキ坂46ひらがなケヤキ。ありがとうございます。